J2 徳島フォルティスが混乱の渦に巻き込まれています。2024年シーズンも序盤戦が終了し、 J1 初挑戦の FC 町田ゼルビアの躍進やサンフレッチェ広島の新スタジアムなどが話題を集めていますが、今シーズン序盤の大きなトピックはカオスな状態に陥ったフォルティスでしょう。監督の解任から始まり、シーズン序盤で主力選手の引退、退団など普通ではありえないような出来事が立て続けに発生しています。四国の雄、フォルティスに何が起こっているのでしょうか。今回は徳島フォルティスが陥ったチーム崩壊について解説します。ぜひ最後までご視聴ください。徳島フォルティスといえば、四国で唯一 J1 経験があり、大塚製薬という大型スポンサーを後ろ盾に J2 上位の戦力を有しています。2014年に初めて J1 に挑戦しますが、圧倒的な力の差を見せつけられ1年で降格。その後は J2 でも厳しい戦いが続くと、クラブは大胆な方針転換を図ります。2017年、クラブ初となるスペイン人監督のリカルド・ロドリゲスを招聘したのです。ロドリゲスのスペイン流サッカーはチームにフィットし、魅力的なパスサッカーを展開します。戦術は年々成熟し、2020年には J2 優勝を果たしました。2度目の J1 挑戦となった2021年、監督のロドリゲスが浦和レッズに引き抜かれますが、スペイン路線は継続し、ダニエル・ポヤトスが監督に就任します。新型コロナの影響でポヤトスの合流が遅れたことも響き、またしても1年で降格してしまいましたが、最終節まで残留を争うなどチームの力は確実に上がっていました。2022年は1年での J1 昇格を目指しましたが、 J2 での戦いは甘くなく、8位で終わるとシーズン終了後に今度はポヤトスがガンバ大阪に引き抜かれてしまいます。しかし、スペイン路線に手応えを感じていたクラブは、この年にスペイン・ラ・リーガのレアル・ソシエダと育成業務提携を結び、2023年からはレアル・ソシエダで分析チームの責任者を務めていたベニャート・ラバインが監督に就任しました。ラバインは今までのポゼッションサッカーを土台に、プレッシングのスパイスを加えたサッカーを標榜しますが、戦術がうまく噛み合わず、開幕から11戦未勝利と低迷。周囲の期待とは裏腹に、序盤は最下位となります。シーズン中盤以降は立て直しましたが、第31節を終えて19位と結果が出ない状況でラバインの解任が発表。後任には2022年にヴァンフォーレ甲府を率いた吉田達磨が就任しました。クラブはここでスペイン路線を一旦捨てる選択をしたのです。吉田といえば、2022年に J2 のヴァンフォーレを天皇杯優勝に導いたことで有名ですが、リーグ戦では前年3位だったチームを18位と低迷させ、1年で解任。過去の実績からも J リーグファンの間ではあまりいい印象を持たれていません。吉田の監督就任は一部のサポーターから不安視されましたが、吉田はその声を結果で一蹴します。吉田のスタイルは基本的にポゼッションを重視しますが、フォルティス監督就任後は守備の立て直しを図ると、しぶとく勝ち点を積み重ねて2試合を残し残留を確定させます。11試合を4勝4負け3敗で終え、低迷していたチームの立て直しに成功し、見事残留をつかみ取ったのです。このことがクラブに評価され、2024年も指揮を取ることが決まりました。しかし、この時から少しずつフォルティスの歯車は狂い始めていました。クラブ20周年となった2024年、エンブレムも刷新し、心機一転、昇格を目指す戦いが始まりました。吉田はこれまでのスタイルを追求しながらも、テーマにスピードを上げ、アタッキングサードに侵入する速さを求めます。そして迎えた開幕戦の相手は吉田の古巣であるヴァンフォーレ。勝ってスタートダッシュを決めたいところでしたが、いきなり1対5の大敗を喫すると、そのまま3連敗。次第にサポーターの不満は溜まっていきます。さらに3月13日に行われたルヴァンカップでの J3AC 長野パルセイロ戦では、格下相手に前半で3対0とリードを許すと、敵地に駆けつけていたサポーターがハーフタイムに横断幕を撤去するなど応援をボイコット。後半にも失点を重ね、5対1で敗れてしまいました。この試合翌日には、リカルド、ポヤトス、ラバインとスペイン監督の下で主力として活躍していながらも、今シーズンは出場機会が減少していた西谷和樹がインスタグラムを更新。ヴォルティス本来のスタイルを取り戻すことが勝つための道しるべになります。ヴォルティスのスタイルこそが最高で最強です。自信を持って堂々と言えます。必ず取り戻します。と、昨年までのスペイン路線こそがヴォルティスのスタイルだと言わんばかりのコメントを投稿しました。その後、一部メディアで西谷は3月上旬に参加した全体練習で不適切と考えられる言動があったとして、別メニューとなっていると報道されます。
インスタグラムでの現体制批判とも取れる投稿も重なり、 SNS 上では西矢がクラブの中で孤立しているのではという憶測を呼びます。続く3月16日の第4節水戸ホーリーホーク戦でようやく初勝利を挙げますが、第5節のレノファー山口戦では敗戦。試合後、一部のサポーターがゴール裏に居座り、吉田の解任を求めます。この時に社長の岸田和弘は、あと2試合様子を見させてくれとサポーターに猶予を求めました。サポーターとの話し合い後のベガルタ仙台戦ではスコアレスドロー。その後の第7節最下位ザスパ草津群馬との裏天王山では0対1で敗戦。試合後、経験豊富なベテラン柿谷陽一郎は、間違いなく辰馬さんが試合に向けて準備していたことが今はめちゃくちゃ出てきている。面白いくらいに選手はまとまっていて、全員が勝つためにやっている。全員が何も疑いなく試合に臨めている。それは辰馬さんが作り上げてきたものやからさすがやと思うと、西矢とは真逆とも取れる監督を擁護する発言を残しましたが、まさにこの時吉田の解任が決まろうとしていたのです。最下位に転落したチームに我慢の限界を迎えたサポーターたちは、試合後に社長の岸田を呼び出して再度吉田の解任を要求。岸田はサポーターたちに10分の猶予を求めます。その10分後、岸田は吉田の解任をサポーターに報告したというのです。この解任は一部のメディアによってこの日のうちに報じられ、サポーターに詰め寄られての解任劇は SNS 上で拡散。サポに要求されての解任は徳島やばいだろ、10分で解任される吉田監督はかわいそうと、ヴォルティスの内情を疑問視する声や吉田に同情する声が上がりました。翌日の3月31日に公式ホームページにて正式に吉田の解任。さらに10年以上強化担当としてクラブを支え、近年のスペイン路線を推し進めてきた岡田明彦強化部長の辞任も発表されました。暫定監督にはヘッドコーチの増田耕作が就任することと、強化本部長には今年からクラブアドバイザーとしてヴォルティスにやってきた黒部光明の就任が発表されました。しかしヴォルティスの混乱は監督解任だけでは収まりませんでした。吉田の解任が正式に発表された翌日の4月1日、今季からヴォルティスに加入し、ここまで全試合に出場していた島川俊夫が突然の引退を発表したのです。チームの主力として戦っていた中での突然の引退は、ヴォルティスサポーターだけではなく、多くの J リーグファンを驚かせました。島川は自身の YouTube で引退した理由を説明。シーズンが始まったばかりで、チームがとても苦しい状況の中、チームを離れること、サッカーをやめること、チームに迷惑をかけてしまったこと、本当に申し訳なく思っています。と詫びた上で、引退の理由はどうしても許せないことがあったからです。僕の思いというのは全て社長にぶつけましたし、昨日の朝、チームメイト、スタッフ、トレーナー、マネージャーの方々には自分の思いというのを伝えました。3日前の朝、僕は練習前に一人でグラウンドを走ることを日課にしていて、ただびっくりするくらいパワーが湧いてこなくて、走ることがもう苦しくて、きつくて、これはもうチームの力になれない。サッカーを続けることは難しいなと思い、社長に引退させてくださいと言いました。と、引退の決め手となった出来事には明言を避けたものの、タイミング的に今回の解任劇が引退の要因であったことは想像に難くないでしょう。それもそのはず、島川は柏レイソルのユース出身で、吉田とは選手と指導者の関係でした。島川は吉田に対して、サッカー選手としてというよりも、一人の男として一番尊敬できる人ですね。13歳から18歳までの多感な時期の一番大事な6年間を、そう思える人に育ててもらったのは本当にありがたかったです。と語り、吉田を神様みたいな存在と話すほど尊敬していました。しかし、プロの世界では結果が出なければクビになることは当然のことで、島川もそのことは理解しているはずです。それにもかかわらず島川が許せないことがあったと話す裏には、クラブ内でのごたごたがあったのではないかと憶測を呼んでいます。ヴォルティスの負の連鎖はまだまだ終わりません。4月4日にはチーム練習から外されていた西矢の双方合意による契約解除が発表されました。西矢は公式ホームページで、今回何とかチームを良くしたいという気持ちではあったのですが、その気持ちとは逆にチームの状況を悪くしてしまう形になり、結果としてクラブに迷惑をかけてしまい、本当に申し訳なく思っていますとコメントを発表しました。柿谷がザスパ戦後に残した、面白いくらいに選手はまとまっていて、全員が勝つためにやっている、全員が何も疑いなく試合に臨めているというコメントは嘘だったのかなど、様々な憶測を呼びました。SNS 上でも西矢の契約解除に納得できないサポーターから、考えうる限り最悪の結末、島川どころか西矢まで出ていかれたら何も残らん、チームがバラバラじゃねえか、
ここ十数年ヴォルティスを見てきて一番の逆境ですわ。クラブにはちゃんと説明してほしい、といった声が上がりました。こうした状況を受けてクラブも声明を発表。チーム状況を改善し、いい方向に進めるために、現状でできうる最善と思われる方策を実行しております。多くの皆様にクラブに対する不信感を生じさせてしまう事態となったことに対して、深くお詫び申し上げます。と謝罪しましたが、事の顛末についての説明はなされませんでした。さらにサポーターからの信頼が厚かった西矢の対談に対する反響は大きく、対談発表後、クラブや選手、スタッフなどの関係者に対する誹謗中傷があったと発表しています。やはりクラブは説明責任を果たすべきではないでしょうか。チームは増田体制となった後も勝ち星は遠く、監督交代後の初勝利は第11節の藤枝舞 FC 戦となり、厳しい戦いは続いています。近年は松本山雅 FC や大宮アルディージャなど J1 に在籍経験があるクラブも内部のゴタゴタで J3 に降格しています。大混乱のヴォルティスはどうなってしまうのでしょうか。クラブ設立20周年を迎えたヴォルティスに襲いかかった最大の試練、これを乗り越えた先に待っているのは明るい未来か、それともさらなる低迷か。どちらにしても今シーズンのヴォルティスに目が離せません。皆さんは今回の騒動に対してどのような感想をお持ちですか？ぜひコメント欄で教えてください。